新型コロナによってですね、どういう影響が、すごいメリットはいっぱいありますよね。そう考えると30と31でも違います。違う、3と34も違いますよね。お世話になっております藤井です。このチャンネルではですね、人口減少少子化をメインテーマに扱っているんですが、なんといっても結婚しない人が多いというのは少子化の大きな要因と言われております。そこで今回はゲストとしまして、婚活の現場をよく知るお二人に来ていただきました。さよなら婚活チャンネルというですね、 YouTube を運営しているゆりさんとひとみさんです。ゆりさん、ひとみさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら婚活チャンネルというYouTube のチャンネルをやってます。カウンセラーの、結婚相談所のカウンセラーのゆりと言います。よろしくお願いします。はい、私もさよなら婚活チャンネルで1年ちょっとですね、今活動させていただいております。結婚相談所婚活カウンセラーの石川ひとみと申します。よろしくお願いいたしま す。お願いします。私が、女性のアドバイスに強いというふうに、言ってまして、でひとみさんは男性のアドバイスに良いというふうな形でチャンネルやらせていただいてます。今回お二人にお伺いしたのをちょっと3つ考えてきまして、ちょっと最初に3つ目次的にお話ししますと、1つ目が新型コロナによってですね、婚活また結婚などにですね、どういう変化影響があるんだろうかというところで現場を知るお二人からお伺いしたいというのが1つ目 で、2つ目が今日本の結婚しない人がどんどん増えている、多いという状況がありますけれども、これもまた現場を知るお二人からするとどのような印象をお持ちなのか、で最後にお二人の専門であります婚活をするにあたってのポイントというところで、どうやったら婚活うまくいくのか教えていただければと思います。新型コロナによって、社会が大きく変わってですね、きっと独身者の意識が変化したり、婚活にも何か影響が出てるんではないかと思うんですけれども、そのあたりどういった影響があるのか教えていただけますでしょうか。コロナの影響でお見合いのやり方は、ズームとかを使うっていうのはすごく増えましたし、ただなんかマイナスにっていうよりも選択肢が増えたような形で、その緊急事態宣言中はズームがすごくメインだったんですけれど、今はズームオンラインでの婚活と対面のお見合いとどちらもできるっていう風な形で、時間が作れない方とかはオンラインにしたりとか、もちろんコロナのことでもあるんですけれど、選択肢が増えたように感じるのと、あとはそういう、コロナのことでイベントがなくなったりとか、旅行に行きづらくなったりとかしてるので、なのでなんか一人になる時間が増えて婚活者は増えてる印象ですね。そうですね、婚活者すごく増えたなというイメージだけじゃなく、ちゃんと数字としても出ていて、結婚相談所連盟全体の方でも入会と成婚数が伸びているっていうところで、やはり今の時代どういう生き方をするかとか、誰と一緒に生きていきたいのかが結構目標が立てられやすくなったんじゃないかなと思いますね。なるほど。じゃあ、意外とというか、このコロナが、婚活に関してはポジティブな方向に動いている印象が、意外でしたか？そうですね。不景気だったり、もっと消極的にネガティブになってしまうのかなと思いましたけれども。そういう時こそ。そうなんですよ。なんですけどね。で、震災だったりとか、景気が悪くなったりとか、不安になった時に、やっぱり一人でいたくないって思う人が増えるので、そういう時こそ結婚したいと思う人は増える傾向ですね。人口増加を目指す男としては、喜ばしい状況なんですけど。そうですね。ズームによるその面談というのは、ズームお見合いのことですよね。そうですね。藤井さん緊張してるんですか？いやこんな感じですよ、普段から。いつもそんな感じ。堅苦しい感じですね。オンラインお見合いはどんな感じですかってことですか？要はそういうことです。そういうことですか？ありがとうございます。オンライン読み合いで、面白いところはこれゆりさんからいただいたヒントなんですけども、他人と会話しているところを俯瞰で見れるっていう面白さはありますよね。
わかります？わかります。だって今まさにね、自分の顔を見ながら、表情を見ながら話せるので、ちょっと自分ね、顔がこわばってるなとか、気をつけたり、できますもんね。あの、オンラインお見合いの方が交際率が高いなんていうこともあったりして。ああ、そうなんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。自宅なので、人によっての考え方、なんですけど、まあ、一人暮らしの方とかだと、あの普段の自分に近い形で話ができたりとか、まあ、確実に会えるので、ね、お店での待ち合わせだと探さなきゃいけないとか、まあ、男性の場合は、ね、探さなきゃいけないとかいう緊張が伴うと思うんですけれど、あのオンラインだとあのそういう緊張感は若干温の弱めなので、比較的リラックスした状態で話ができたりっていうメリットもありますよね。すごいメリットはいっぱいありますよね、そう考えると。あとはそうですね、忙しい、すごくお仕事が忙しい方で、日程調整がなかなか合わない方でも、オンラインとかだと調整がつきやすかったりすることもあるので。土日休みじゃないんですけどって、不安に思ってる方でも、全然平日できるので、そこは本当にご縁がつながることがね、増えたというか、ちょっと楽になったのかなって。遠方の方とかともね、お会いしてみますなとかできるのでね。男性会員さんが、普段は僕結構ずっと喋ってしまうんだけど、オンラインでタイムラグが、あるから、あの、女性の話を最後まで聞こうとするようになったっていう話。そういうことも。そうですね。はい。あります、あります。その、やっぱりね、タイムラグもそうですけど、あれ、なんか、大して笑えてないかもしれないっていうことに気づいたりとか、相手の表情を観察する力がつくので、あれ、なんか楽しそうじゃないかもみたいな、ずれたこと言ってるかも、みたいな感じで修正が効くような、そうですね。イメージはありますよね。ありがとうございます。本当に意外にもですね、すごくポジティブな変化、またね、ズームを使うことによっても、いろんなメリットがあるっていうことに気づいて、私としては非常にですね、希望を持てたんですけれども、はい。まあ、とはいえですね、二つ目の質問に移りますが、まあ、かつて日本は、はい。ほとんど、まあ、99% の方が結婚していた、時代もありましたけれども、まあ、今は、まあ、数字で言うと男性の 23%、 女性の 14% が生涯未婚ということで、まあ、この数字がまた今後増えていくと言われております。現場の感覚、雰囲気を知るお二人としてはどうお感じになるでしょうか。なんか結婚する言い方悪いですけど、メリットをやっぱり感じる人が、だんだん減ってるんだなって、やっぱ便利な世の中になりましたし、スマホもあるし、なんか一人でも寂しくない、食事も困らないっていうのが、やっぱり未婚率上昇の、まあ、一つの要因、それ以外にも、まあ、もちろんいろいろあると思うんですけれど、子育てのお金が今はかかりすぎるからっていうのを聞いたりとか、結構周りの方の意見っていうのを聞くんですけど、なんかこう日本が作ってきた結果なんじゃないかなとキャリアウーマン的な方が、年収が高い女性が相手に求めることで、自分以上って求めちゃうと、まあ、もちろん難しいですよね。すごく稼いでる女性が自分以上ってなると難しいっていうのは、まあ現状で、私たちのチャンネルで話をしたのは、年収が低い男性とマッチングすれば一番いいんだけど、そこも実際は難しくて、っていう、そうですね。そういう自分より年収が低い男性と結婚するなら一人でいいっていう風に、なりがちですよね。その、まあ、すごく違うメリット、いろいろ心のサポートだったりとか、逆に稼いでいるとか、いうことがあるなら、あったりして居心地がいいとか、いうのであれば、違うんでしょうけど、そのあたりがなかなかうまくいかないっていうのも、まあ、現状ですよね。で、その多分 99% 結婚してた時代って、女性が男性の年収を上回る方ってどれぐらい
いたんですかね。いなかったんじゃないのかなと思うんですよね。私は仕事だ仕事だって動いてきた方の人生も決して否定はできないし、うんうん、素晴らしいことだなと思うんですけど、ね、私たちが動画で言ってるのは、うん、その、うん、たくさん稼がれてる方、女性の方が入会した時に起こることについて話してるんですよね。はいはい。なので、その、もし本気で結婚したいんだったら、その自分より年収の低い人を視野に入れない限りは、どん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 自分で自分の首を絞めるぐらいのマッチングの低さになっちゃうよっていうところを話してるので、本当40歳過ぎても結婚相談所に入れば、年収すごい高い男性と相談所に入りさえすれば、私はそれまでモテてきたから、入りさえすればうまくいくっていうふうに、思ってる人がもしいれば、そうじゃないんだよっていうことを発信して、そこで、そういうのを知ってるなら、30代前半とかでね、婚活始めたのにとかっていう風な人を増やしたい。そうですね。なのでね、35歳の理想と現実っていう動画上げたんですけど、結構再生数いただいていて、35歳になる前にこうしとかなきゃって思ってくださってもいいですし、私35だから、じゃあその成婚した方と同じぐらい頑張んなきゃと思って婚活してくれてもいいし、受け取り手の自由ではあるんですけど、私たちはゆりさんのおっしゃる通り、そういう知っとけばよかったについて発信したいっていう感じです。実際ね、それ見て、これまでだったらスルーしてたけど、やばいって気づいてきてくださる方いるので。うん、本当に、教材化のように、全部見てきましたとか、うん、何回もリピートして見てますとか、いうのが、結構、それをお声いただいて入会につながっているので、うん、そういう方すごい早く成功していってくれるので、うん、すごいって逆に思ってます。三つ目の質問にね、ちょっとね、差し掛かってるような感じで、婚活のポイントというところで、はい、もし見てくださっている方でね、これ婚活中の方がいれば参考になると思いますし、うん、あるいは視聴者の方の お知り合いだったり家族の方で、婚活中の方が周りにいるっていう方も結構多いと思うんですよね、そういったところも含めると、うん、はい。で、まあ個人的にはそういった方がね、婚活の知識あるっていうのが、まあ、日本の人口増加につながったらいいななんて思ってるもんですから、まあ、ちょっとそういった話も、婚活のポイントという話も最後にしたいんですけれども、あとですね、ちょっと付け加えて、私も地元の千葉県勝浦市というところで、婚活している独身男女をサポートする、ボランティアをやっているという立場もありまして、で、そこで、さよなら婚活チャンネルさん見て勉強もさせてもらってるんですけれども、まあ、なかなか正直、地元でうまくいかないというのもありまして、なんで藤江さんがやられてる婚活サービスってなかなか うまくいかないんですか？どういうところでうまくいかないっていう風なところの悩まれてるのか、はい、うん、まあ、我々はまあボランティアでですね、まあ、そんなに知識もないですし、まあ未熟ですのでね、なかなかそのサポート能力はないっていうのをね、まずちょっとね、自分を責めたいと思うんですけれども、で、最初はもう男女を合わせればそこで仕事が終わりなのかと思ってたんですが、なかなか合わせてもですね、まあ、そこからのまたサポートだとか必要な方が多いのかなっていうのもありますし、まあ、そのやり方がわかんないっていう、またね、自分を責めるところをちょっとね、最初に話した上で、でも、真に、独身者が登録するわけですよね。結婚したいのでね、いい人いたら紹介してくださいと。はいはいはい。ちょっとね、でもその方々が本当に結婚したいというあまり熱意が正直感じられない方が多くて、行動しない人が多いなっていうとこ、ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんですけれども。結婚って周りがね、こう全てやってもらって、いうことじゃないと思う。昔はね、周りがすべて用意したけど、結婚相手を決めて断れないということもあったので、すべて決めたんと思うんですけど、うん、今って周りが全部用意して、自分が、ね、うん、本人が、はい、嫌だ、はい、嫌だって断れるってね、うん、どんな、本当に王様、王女様みたいな、婚活って、なんか結構成り立ちにくい、うん、結婚したいなら、自分で相手を探していかないといけないし、そもそもね、本気で結婚したいと思ってるかどうかっていう部分に気づかないで登録しちゃってるとかっていうのも一つの原因だと思うんですよね。いや、そうですよね。その、
意思を固めさせる、ちゃんと婚活するんだっていうのを、登録前に、登録前に、その決断を、ちゃんと決断と覚悟を持たせてから出会わせていかないと、なんとなく言って、あ、結婚したいんです。だって独身だもん。で、まあ無料だしな。あ、用意してくださるんだ。あ、こんにちは。で終わっちゃうんですよね、そこに対してどうして今決めなきゃいけないのかとか、なぜこういったものがあるのかっていうお話をやっぱ J さんがして、さらにサポートに自信がないっていうんだったらサポートに自信をつけなきゃいけないと私は思うんですよ。なんかすごい、なんかどれも尖ってない状況で始めても何も結果が出ないと思うので、ボランティアで無料で来る人ってやっぱり無料分のモチベーションしかない、そうですね、かったりするので、絶対有料にした方がいいと思うし、有料だったらやりませんっていう人は、残念だけど、そこはちょっとお世話の範囲外だと思うんですよ。結局そういう人を無理やり入れたとしても、無理ですね、あれが嫌だこれが嫌だって言って、なんかただなのにどん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 その人のわがままを聞いてあげなきゃいけなくなった上に、結婚もしないという一番の悪循環になってしまうので、ある程度のね、ボーダーラインみたいな部分は絶対必要だって、私たちも思ってますし。いや、そうです。本当に、ただに下敷きってあるんですよ、私も実際。開業して1年目とか、入会金3万円とか、無料とかやったんですけど、やっぱ、無料の方が何も結果が出ないんですよね。出ない上に、なんていうトラブル起こしちゃったりとかね。トラブル起こしたりとか。手がめちゃくちゃ。なんか責任がね、責任がないんですよね。払ったんだから、払った分だけ頑張るぞって思うのって大事だと思うんですよね。元取ろうじゃないですけど。そう、いいと思うの、本当に。かけた分、頑張ろうっていうふうな思いがあると思うので、もちろんボランティアでやられてるのはすごく素敵なことなのかもしれないんですけど、実際ね、こういろんな経費もかかったりとかすると思うので、少額でもいいので、お金を取る、それで入るっていう方を大事にした方が、結果にもつながって、来るのかなという、こうなんか、いや、本当そうですよ。だってせっかくそんな熱意持ってやられてるのに、それが伝わらない方を周りに置いても、ね、藤江さんの思いって空回りだけしちゃって、なんかなんで伝わらないんだろうって、ね、いう、なんか虚しさばかりが増えてしまうと思うんですけど、自治体でね、無料でやってうまくいってないところってたくさんあるんじゃないかなって、まあ、これ想像ですけれども、ね、おそらくね、そのやっぱりちょっとね、意識がまだ固まってない方が集まっちゃってて、男女ともにですね、そういう悪循環というかですね、よかれと思って無料でやってることが、あと、うちも無料の、自治体でやってたけど、うちに入会したって人がいて、僕は本気なんだけど、相手が本気じゃないから、無料だからで来てるから。そう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 、それは言われたこともあります、私も。そうだ、そうだ。だからね、そこで一人本気の人がいても、周りがみんな本気じゃないから、もうここでやっても仕方ないなってなっちゃって、全体的なね、意識も下がっちゃいますよね。そうなんです。真剣な人は真剣なところで動くっていうのは本当自然な、流れだと思うので、ちょっと年齢の話もお聞かせ願いたいんですけど、まあ、要は早く始めるというのがいいのかなとは思うんですが、女性はやっぱり20代後半が一番婚活しやすいですね。男性は30代前半とか半ばぐらいでも、全然大丈夫。30代後半になると男性もちょっと、だんだん厳しくなってくる印象もあるんですけど、あとは男性の場合は年齢だけじゃなくて、その方の持ってるね、ご条件とか総合的なバランスになってくるんですけど、女性の場合はもう本当に年齢ですね。年齢ですね。で、婚活するのと30代でするの、1歳差でも結構、いや、そうなんです。1歳差でも結構違うんですよね。29と30っていう数字だと全然違うんですよね。まね、30と31でも違います。違う。3と34も違いますよね。違います。そう、この 1歳がすごく活動が変わってくるので。
そうそう。だからこそ、そこを伝えることをしていかなきゃいけないというか、うんうん、年齢を埋められるものって男性ほどないんですよ、女性の場合って。ない。男性だと、例えば年齢がちょっとね、上でもすごくね、年収があったりとか、なんか体鍛えてたりとかね、なんかいろいろ、いろんな部分で素敵だなと思ったらいいんですけど、女性の場合ですと、うん、本当にどんなに綺麗でも。そうなんですよ。すっごい綺麗で、すごい可愛くても本当に。例えば42歳とかだと、うん、難しく、難しくなっちゃうっていうのが本当に、本当にね、うん、多く見てきてるので、だからね、うん、結婚という人生を目指したいとか、うん、そっちにステージを変えたいって思うんだったら、やっぱり早めに対策をするとか、うん、話を聞くとか、情報を取りに行くっていうことは女性はしといた方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、40過ぎてからどうしようって言ってる方も我々見てきてるので、こんなはずじゃなかったってなる前に、うん、女性本当に20代のうちに絶対動いた方が良くて、うん、アプリとかで出会えるからって思ってたとしても、うん、本当に結婚までたどり着けるのかをしっかり考えて、相談所っていうのを一つの選択肢として入れてほしいですし、あと、うん、本当に40過ぎると難しいとか35以上難しいということを普段から言ってはいるんですけれど、うんうん、本気で活動するっていうのであれば、30代後半40代の方でも全然不可能ってことでは決してないので、ここはそのどれぐらいの思いでやるのかっていう部分なので、もちろん20代の方には動いてほしいですけど、30代の方、40代の方でも覚悟を決めて婚活していただければ、うん、希望に添える形で私たちお手伝いできるのかなと思います、うん、そうですね、そのさよなら婚活チャンネルで婚活死ぬ気でやれやっていう動画を出してるんですけども、うん、本当に人生で本気出すってない、なかなかないことで、それを婚活に置き換えた時にきっと結果って変わるんですよね、うんうんうん、それを30でも40でもやりますやれますっていうんだったら、うん、また違ってくるんですけど、うんうん、選択肢広く分からないからこそたくさんの方に会いたいとかっていうのであれば、やっぱ早ければ早いほどいいっていうのはありますよね、うんうん、ありがとうございます、はい、これなかなか男性から女性にね、うん、20代女性がいたとしたら、僕本音ではね、うん、もう結婚するのかどうかね、ちゃんと決めてね、まあ、しないならしないでいいですよ、でもちゃんと自分の人生だから自分で決めてね、うん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 、頑張ってくれって言いたいんだけれども、やっぱりそれは今もうセクハラ的な発言になっちゃうと思うんで、うん、言えない世の中の中で、やっぱりお二人の立場の方はですね、実体験をもとに本当に20代で、結婚する、考えた方がいいっていうのをね、もう面と向かってしっかりと言えるお立場だと思うので、僕としては個人的にどんどん情報を発信していただいてですね、結婚を望む方をね、どんどんサポートしていただけると、もちろんそのおつもりなんでしょうけど、僕の人口増加にもそれが遠回りで近づくのかなと思いますので、いつも婚活に役立つ話を発信しているさよなら婚活チャンネルというチャンネルですので、ぜひ見ていただいて参考になるなと思ったらチャンネル登録と高評価、はい、いただければなと思います、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。